中野院通富は、幕末の公家、明治期の家族、伯爵、東山天皇の男系四世子孫である。山城国京都で内大臣、徳大寺実堅の次男として生まれ、侍従、中野院通主下の養子となる。天保8年3月25日に元服し、昇殿を許される。天保12年8月29日右近衛検少将に任じられ、右近衛検中将、検参議、検中納言を経て、慶応4年2月2日検大納言となった。安政5年3月、日米修好通商条約締結の勅許案をめぐり、中山忠康、大井の帝家信、広畑忠則、四辻幸勲、大木町三条実成、大木町実徳、三条西末友、日之助宗、庭田重種、八条、高助、橋本実明、野々宮貞久と共に、案文の変更を求めた。万延元年7月勅訓、幸宮の三卿に就任。その後、7次にわたって偽装家政を務める。慶応3年12月9日、王政復興を迎え、慶応4年2月20日参与、林那政官詰並五内儀口向等取締りに就任。同年うる4月、京急志向に転じ、その後、都の手のひらなどを務めた。1884年7月7日、伯爵を除爵した。ありがとうございます。